はい、皆さんこんにちはでございます。ただいま朝の3時半でございますということで、シナリスやっていきましょう。まずはクリックということで、今回バージョンが昨日ですかね、8月16日にバージョンが 4.0 になったと思うんですけども、それについて、少しだけ解説というか、まあ、お話しさせていただきたいなと思います。まず、まあ、何と言ってもギルドボックスガチャというのが出ましたね。見ていきましょう。8月16日の5時半から8月24日の23時59分までですね。これ。コロシアムに参加して、キャラクターズの血を集めた血でギルド専用ボックスガチャ。まあ、つまり、ギルド戦に加入して、ギルド戦をやっているともらえるアイテムを使ってガチャを回すみたいな。まあ、無料ガチャに近いのかなと言います。で、ログインボーナスです。最大35個。で、コロシアムの勝利で10個。敗北で6個で、参加人数、13人から15人で20個っていう感じですね。で、まあ SS がずらーっとありまして、国鉄の書って読むのかな、国鉄シリーズですかね。でその他獲得アイテム、まあ強化素材であったり、あ、まあ強、ほぼほぼ強化だね。そうだね、大体そうだね。ギルド専用ボックスガチャとは、集めたキャラクターズの血を使用してギルドボックスのガチャをギルドメンバーで協力して回していく特殊なガチャ。初期から規定数の商品を封入しており、その中からランダムに1つずつ抽選されていきます。なるほどね、まあ、目玉商品ということで、SS 武器は獲得時に受け取るオア返却するを選択でき、返却した場合は魔法石20個。なんで、まあ、いらないよみたいな人は魔法石20個と交換する。まあ、どちらにしても美味しいんではないかなと思います。はい。ということですね。今ちょっとギルド戦の方がね、だいぶ C ランクに上がって苦戦しております。まあ、ちょっとね、お盆も終わったんで、なかなかみんながね、集合できるっていうのも少なくなってくると思いますので、はい。まあ、どうなっていくか。まあ、自分もね、ちょっと、強化が全然できてないので、強化して仲間と助けていこうかなと思いますので、はい。で、多分初回の分で、ガチャが引けるんですが、今回新しくガチャが来ておりますので、こちらを先に引かせていただきたいなと思います。睡眠の槍ということで、解放されるジョブがですね、あらかわいい、茨姫のパラディン。かっこいいっすね。しかし、まあ、344個、10連1回のみなので、一発、行きたいなと思います。景気好きにね、頼むよ。とりあえず首落ちろ、首もげろ、瞬獄殺ゼロ、カモン。朝よ、朝の3時半で、うわひど、きつい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 、うわやったやらかした、これはちょっともう無理ゲーですね。まあ、サクッと、うわ朝引くんじゃなかったな。もうすでにここで2個ダブリだよね。はい、では見ていきましょう。おえ意図しないキャラが当たったんだけど、 S、 これもまあ当たるやつなのかな。もうラッキーですね。まあ S なんで、まあまあ微妙かなとは思いますが、まあまあまあジョブ解放ラッキーですね。はい、ということで、まあ詳しい話はさておき、ギルドボックスガチャを1回引かせていただきたいなと思います。まあ SS が出ればラッキーかなと。5回なので1回ガチャが回せます。さあどんな感じなんでしょうか。エフェクトとかも変わるのかな。あ、足りなかった。あと1回ガチャ5回。あ、所持数。あ、そっかそっかそっか。だからこれはまだ引けないんだね。なるほど。ということで。まあまだこれのねガチャもね、まあ引けるようになったら動画の方に。俺もてっきり5個持ってんのかと思ったけど、ごめんなさい、持ってなかったですね。はい、まあ引けるようになったらまた動画にして引こうかなと思いますので、今回はバージョン 4.0 についてちょこっとだけお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。皆さんはギルド戦とかどうでしょう。ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。